本校では日本とフィンランドの関係についてもべる。国交樹立100周年を記念する旗を形容している中日フィンランド大使館最も早い時期に公的な立場で日本を訪問したフィンランド人はエカチェリーナ2世の命により公益調査のために日本に派遣されたアダム・ラクスマンで1792年にネムロに上陸した。ついで1879年に冒険家。 アドルフ・エリクのルデンシオルドが北極海航路を通り横浜港に到達している。国交樹立の約20年前からはフィンランド人宣教師が日本での活動を行っている。1917年に独立宣言を採択したフィンランドは1919 19年に日本から独立の承認を得た。日露戦争で実力を示し、今日にリアクスなど、 フィンランド独立運動活動家に対して支援を行った日本からの承認はフィンランドにとって大きな意味を持つものであった。まだ自国の外交官がいなかったためルードルフ・ホルスティ外務大臣は外務障害の人材としてアルタイ語を専門とするヘルシンキ大学教授のグスター・フラムステッドを初代講師に任命した。地政学へロシア極東部の情勢を把握しやすい位置にあることも あり、日本はアジア諸国のうちフィンランドが常駐施設を送った最初の国となった。ラムステッドはマルセイユから日本へ向かうイオマルの船中でロンドンで購入した書籍や日本人乗客の協力により日本語を学んだ。日本に着く頃には流暢な会話ができ通訳を依頼する必要がないほどであった。1919 19年晩秋。 築地西洋圏ホテルに在外フィンランド交換を開設。1920年5月にはアザブの旧アルゼンチン大使館に移転したが、1923年9月の関東大震災により喪失した。両国間の貿易が始まったのもこの頃であり、1920年代初めには日本の絹製品や陶器がフィンランドで知られるようになる。 1930年代にはフィンランドから日本へパルプなどの工業製品の輸出が始まった。1920年代半ばにはソビエト連邦局東部の軍事的緊張が緩和したことから中日フィンランド外交官の活動は通称政治に重点を置く。1920年代末になると日本の軍部に国粋主義が台頭し始めた。1941年からは 日本の軍事行動により、フィンランドの外交団は大きな制約を受けることとなる。そして1944年には、両国間の国交は断絶した。1952年、フィンランド政府と連合国軍、最高司令官総司令部との協議により、日本にフィンランドの通商代表を駐留させることに合意。在日フィンランド通商代表部、 総領事館と在ヘル新規日本総領事館を解説した。総領事館は1957年に正式に公使館となる。1962年9月26日、ビルヨアホカス大使が昭和天皇に新任状を法定した時点で公使館は正式に大使館に指定された。1977年2月には、ケイヨコルホネン外務大臣が日本に、 初の公式訪問。同年12月には、カレビ・ソルサ首相が、日本で開催された、社会主義インターナショナルの国際会議に出席した。日本からは1985年に、安倍晋太郎外務大臣、同年に、皇太子、皇太子妃、1987年には、当時の内閣総理大臣、中曽根康弘がフィンランドを公式訪問するなど、交流を深めている。 2000年5月には天皇皇后がオランダスウェーデン訪問の際にフィンランドに立ち寄っている。2011年の東日本大震災の際にはタルやハロネン大統領から天皇にあててお見舞い表明があったほか寄付金や物資の支援があった。2019年には国交樹立100周年を迎えた。多くの日本人が持つフィンランドのイメージはサンタクロースやオーロラといった。 帰国情緒あるもののみならず、高い教育水準やノキアなどのハイテク産業も認知されている。これに対し、多くのフィンランド人は日本に対し、高品質の自動車や電気製品、漫画などのサブカルチャー、日本料理などを評価している。1905年の日本海海戦の勝利により、ロシアからフィンランドへの影響が弱まったこと、オーランド諸島貴族問題において、 当時の国際連盟議長国であった日本がフィンランドにとって納得のいく解決法を取ったことによる歴史的背景もフィンランドから日本に対する印象を良好なものにしている。現在の両国間には政治的な懸案がなく民間部門を中心に良好な関係を保っている。航空便での所要時間はおよそ9時間半で日本から一番近いヨーロッパとして 成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港とヘルシンキ国際空港との間に直行の定期航空路線が開設されている。2011年11月から2012年3月までの間にフィンランドに入国した旅行者のうち日本からの渡航者はロシア、イギリス、ドイツ、スウェーデン、フランス、エストニアに次いで第7位であった。フィンランドは 宣言協定に加盟しており、6ヶ月の間に90日以内の滞在であれば、詐称や在留許可、就労許可は不要である。2011年10月現在、フィンランドに在留する日本人は1438人。在日フィンランド人は604人である。フィンランドでは日本の漫画やアニメーションが親しまれていることもあり、日本語学習者が増加傾向にある。 2005年12月4日にはデンマークと共に北欧で初となる日本語能力試験がヘルシンキで開催された。日本国内には日本フィンランド協会をはじめとする友好団体が主要なものだけで17団体。フィンランド国内には1935年にフィンランドにおける国際友好団体としては3番目に結成されたフィンランド日本協会をはじめとする 友好団体が活動している。日本国内には、中日フィンランド大使館のほか、大阪市に名誉総領事館、札幌市、名古屋市、長野市、北九州市に名誉領事館が開設されている2011年の、両国間の貿易額は、日本からフィンランドへの輸出額は877億円で、自動車が半分近くを占める。 フィンランドから日本への輸出額は1055億円で、内訳は木材、紙、コバルト、通信機などである。2009年以降、フィンランドから日本への輸入超過となっている。教育水準が高く、労働葬儀が少ないものの、高賃金で市場規模も小さいことから、日本からの製造業の進出は低調である。フィンランドからの紙やログハウスを含む、 林業製品の総輸出量は30%に、ミグスターフ・ラムステッド・エイビン・ケルマン・フーゴ・バルバンネ、カール・グスタブ・イードマン1944から1952年は、フィンランドから日本への中札なしラグナース・メースルンド、ラグナース・メースルンドやコア・ホカス・オーケビ・ヒトル・アールの、カルヒロースも、ラレソ・ヘンリック・ブルムステッド・パウリオパス・ヘッキ・カルハ、ペッカ・リント・エーロ・サロバーラ・ヨルマ・ユリーニアリ、 グスタフソンマヌビルタモユッカシューコサーリユーハニエミ、ペッカオルパナ。ありがとうございます。